名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対広島東洋カープのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。つなげなかったですね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから非常に期待がかかりますよね。このチャンスに期待がかかる阿部がバッターボックスです。ここはスクイズもありだと思いますが、ヒッティングのようですね。そのようですね。ファウルボールです。赤星さん、ここはスクイズはありますか？犠牲フライで OK の場面ではありますけど。いい当たり。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーサードがパスを蹴った。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ドラゴンズ勝ち越しました。6対4になりました。さあリードしました。ドラゴンズが見事勝利を収めました。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな1勝となりそうです。